こんにちは聞こえてますかね始まりました今日はちょっとまったりラジオ配信しようかなと思ってラジオにしました そうなんかあの聞き取りづらいとか声が小さい大きいとかあったらいつでも言ってくださいね。でね、あ、初見さんいらっしゃい。で、今日は、うん、そうだなぁ、まあ、なんでもいいんですけど、ちょっとね、なんか逆にみんなにちょっと聞きたい、聞きたいことがあって、 まあそれをね、あのー、ちょっとみんなに聞いてみようかなみたいな感じに思ってますと。えっ、ー、と、それどこにメモ書いたっけな。あ、これか。ええー、ちょっと待ってね。いや、最近ね、あのー、 昔の、まあ、相手がどう思ってるかちょっとわかんないけど、昔の、えっ、ー、と、友人ですね。昔の友人で、まあ、仕事を通じてね、知り合った、まあ、僕はお友達だと思ってるんですけど、何回かご飯も行ったしねで。その彼がですね、えっ、ー、と、才能に関する本を出したんですよ。出版しましたと。うん。で、その連絡が来て。で、あの、 まあ私結構その才能とかさその、まあ、自己分析系ですよね自己分析系の,あの本を読むことって結構好きなので、まあ、普通に購入して、えー、読んだんですよでなんか結構面白くてでいくつかねその自分のこう才能とか強みとかをあの発掘するために発掘するためにあのワークをやりましょうみたいな ワークをやりましょうみたいなこと書いてあってでそのワークに取り組んでるわけですねでそのワークの中でやっぱりそのこう自分の良さ強みとかねえそういうのをこう発掘していく上でですねやっぱ自分だけじゃどうしてもあの主観的になりすぎて正しく情報を得られない可能性があるみたいなことが書いてあってまあ確かにそれはそうだなと思ったんですよ でそこでですねそのワークの中でのよかったらこの項目を他人に聞いてくださいみたいなことが書いてあってでそれをねみんなに聞こうかなと思ってでえっ、ー、とその 質問の項目がこれなんですけど今コメント欄にちょっとメッセージ固定しとこうかな、まあ、他の人と違う点はっていうところなんですけど、まあ、ちょっと難しいよねまあなんかこう質問この質問でよくわかんないなって、まあ、わかんなかったら別にわかんないでいいんですけどよくわかんないなって人はそうだな まあいろんな配信者、配信者っていうか YouTube やってる中で、なんでわざわざホッシーのチャンネルを見てくれてるのかっていうところですよね。でそれをまあ知りたいなっていうことですよ。いや、そうなんですよ。即答しづらいんですよね。なんかこう <laughs>。 最初にさ考える時にさなんか「えー?」っていう考えちゃいますよねいきなりそんなこと言われてもわかんないみたいななんかあの例えば彼氏彼女できましたみたいなった時にどこが好きなのって聞かれてどこやろうっていうね悩んだりとかねしますもんねでも結構いろいろ 出てきていますね。逆に聞きたいのですが、他の人と同じになりたいのですか？いや全然全然なりたくないですよ。他の人と違う点を探りたいから。聞いてるって感じです。 自己分析能力も共感性も高いとへ、うん、なんかこのそうなんかねアーカイブ 今回はそのタイトルにさもうアーカイブなしって書いちゃったんですけどなんかもう多分今日ってこのなんつうの自分の才能の発掘みたいなところをこうみ,みんなにね手伝ってもらいたいなみたいなさすごい自分勝手な配信になりそうやなと思って、まあ、アーカイブなしにしようと思ったんですけどねまあでも逆に ね、すごい自分勝手な内容だからこそなんか睡眠用ラジオには向いてえるかもしれないですけどねアイロンがけしながら聞きますねいやもうご自由に自分のやりたいことをやってやり,やりたいことじゃないかアイロンがけってやりたいことをやって聞いていただければと思いますアイロンがけってむずいよなもう僕はもう不器用すぎてサラリーマン時代毎回 アイロンがけ自分でしなくて、クリーニング出してましたね。もうお金かかるけど。あ、でもなんか思ったよりいっぱい書いてくれてますね。 継続うんまあなんかそのさ継続できるところって書いていただいたんですけどなんかさ個人的には継続できてるのかちょっと怪しいところがあってまあこの YouTube とかもそうなんだけど もともと、えっと、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、毎日配信してたんですよ。元々はね、毎日動画投稿してたんですけど。再発してからかなりペース落として、で、今は週1回っていう感じになってるんだけどね。で、別に週1回やってるんだから継続してるじゃんって話なのに、なんか多分その、持ち前の完璧主義がですね、 発動ししてておりましてですね。もう毎日投稿をやめたから継続してない説がなんか自分の中にあってもう良くない考え方ですよでもなんか継続ってそもそもどういう意味だっけって考えたら続けてたら継続なんだけどね 声がこれ何て言うんだっけ倍音でよかったっけ読み方倍音か声が倍音 え,ええ声なところ押し付けてこない感じああ精神的な問題は目に見えることではないので言葉では説明しづらいけどそれを言葉にして発信してくれる人だと思いますそれは当事者ならではの視点もありますが声や雰囲気や考え方などと合わさっておじさんああなるほどありがとうございます 自分を美化しないところ。まあ確かにね。自分を美化、自分を美化するタイプだったら多分、インスタやってんだろうな。話の内容と癒し声。やっぱなんか声を評価していただけることがやっぱなんか多い気がするな。 配信ありがとう落ち着く本当いやなんかねそのまあ星が他の人と違うところはどこですかっていうね質問も今みんなに聞いてるんだけど。 まあ多分この質問って本当は自分の仲のいい人とか家族とかにね、えー、聞くのが多分一番いいんだろうけどうん逆に自分は YouTube で聞けるなと思ったんだよね割とまあ等身大でねやってるってさっきコメント書いてくださってる方もいたけど、まあ、等身大でやってるからこそ逆にみんなに聞きゃいいかっていう 自分のことはね本当に苦しんだ心を知っている人だというのは伝わってきます他の配信さんも安心して聞けるんですよねおありがとうございますまあなんかどうしてもさこの とかこう、経験したことなくても、知識だけあれば話せるみたいな感じではないかなって個人的には思うんですよね。いや、なんかよくさ、あの、精神科の先生が私のことを理解してくれませんって悩んでる方すごい多いんですけど、まあ私もね、何回か、 何回かかというかいうろんな精神科医と多分ねみんなに多いと思うんだよね精神科医と相対,対したというか話した経験、うん、まああの診察っていう意味ではみんなの方が多いかもしれないけどどうしてもさ仕事柄さその精神科の先生とか精神科医とあの接点を持つことってやっぱ多いんですようんで何人か知り合いとか、まあ、仲良くなった友達とかもいるんだけど なんかその人たちがいる中でこういう発言をするのはちょっと心苦しいというかさあのちょっとなんか傷つけちゃうかなどうなんかなっていう気持ちはあるけどでも正直言うとあのあこの人だったらなんか患者さんの気持ちわか,かるんだろうなとか,なんかうちの,、ね、あのリスナーさんうちのリスナーさんたちが、えー 診察受けたとしてても結構満足度高いいんじゃないかなかって思える精神科行ってまあ、一人いますけど、でもえ、マジで20人ぐらい喋ったんじゃないかなって感じですけど、一人 <laughs> とかなんですよね。だから、やっぱその精神科の先生って、めちゃめちゃね、知識あるのは当然じゃないですか、専門家なんで。だから、治療、ね、治療って意味では、 いいと思うんですけどなんかこう本当の本当のっていうか共感とかまあ一番大事なところですよね共感、えー、分かってあげられる受け入れてあげられるみたいなところが、まあ、どうしても弱いなっていう印象はありますよねうん 難しいよね自分をさらけ出した出してるところがいいなと思いますああなるほどね魅力は声ですね「睡眠オラジオは毎日の日課ですそれないと眠れない」ああそうなんだ なんか今日の内容とかめちゃめちゃ睡眠用ラジオに多分適してると思うからアーカイブは残んないですけどあのちょっと前半の方とか喋ってない時間があったからそこを切って編集してえー睡眠用ラジオにしようと思いますトーン低めで思わず眠くなっちゃうなんかねあのラジオ配信の時って 画面がなないいじゃないですか自分も映ってないのでなんかあんまり見られてるからこうちゃんとやんなきゃみたいな感覚が多分いつも以上にないんだと思うよ。だから結構数に近い状態で話してるんだと思う。 今みんながコメントしてくれてるのをね、そのこういうところがいいと思うよっていうところを全部メモってる。あとで見返して、ああ、自分ってこういうところがあるんだなって、参考にしようと思ってます。配信者である以上、皆さんそれぞれに話し方についても考えて、 発信活動されていると思いますが星さんは話し方には伝達する圧を感じないためリラックスして聞くことができてありがたいです落ち着きのある声はもちろん自然体の配信スタイルも好きです、えー、ありがとうございます配信者である以上皆さんそれぞれ話し方についても考えて発信活動されていると思いますがっていうところがすごい優しいですね 秋山さんスーパーチャットありがとうございますおじいさんのツイッターは川柳にも似た面白みがありますあそれそれってカタルシスも感じますありがとうございます <laughs> へえありがたいですね簡単に物事を否定しないから安心して聞けますあと声が優しいほうありがとうございますなんか なんか結構意外でした。あの、否定しないっていう単語が出てくるっていうのは結構意外でしたね。なんか、声に関してはやっぱり結構普段からみんな言ってくれてるから、声がい,いいのかなみたいなところは感じてるんですけど、否定しない、そうね。まあでも否定しないように 努力はししてるかもしれないですけどねマックのハンバーガー食べてる動画はメンタル系 YouTuber とした他のと違う点だと思いました。まあ確かにあんな、あんな動画ね、出す人は多分いないと思いますね。 当事者としての経験ありのまま教えてくれるし上から目線でないところは好きです同じように辛いんだなって思いますそれに声も落ち着きますええありがたいですねメモ欲しいさん真面目いやあのねまあなんか最初に説明させていただいたんですけどこれ聞いてる理由が なんか才能の本才能自分の才能を発掘しようみたいな本を読んであのワークでこういうのがあるんですよ。あの他人にこの質問を聞いてみてくださいと私が他の人と違う点はそのどこにあると思いますかみたいな話をぜひ聞いてくださいねって書いてあって、まあ、それで聞いてるっていうのがあってメモしてるんですけどねあでもねそのみんながいろいろコメントしてくれるじゃないですか。まあ言う ユージュムの動画だけじゃなくてライブ配信とかもそうですけどなんかこれはメモしといた方がいいなってやつは結構メモしてますよ。まあ、例えば単純に言われて嬉しかった言葉もそうだけどなんかこの考え方めっちゃいいなとかこれについてもっと深く考えたいなみたいなことを思った時とかはなんかメモして後で見返したりっていうのは。 してますね眠いですもう一回寝ますおやすみなさい。 声声がいいいいいうううののはずるでですすどうしよももない天性ですもの声私は声悪いとバッシングを受けたのであ声そうね、まあ、なんかボイストレーニングとかってありますけどね聞き取りやすくなるためのみたいな病院行く時の格好も上げてくれてよかった あれ、あのショート動画は、まあ、元ネタがあるので、まあそれのね、パロディっていう形なんだけど、まあでも、そうね、本当にあれリアルなんですよね。まあさすがに最近は、まあちょっとあったかくなってきたんで、あの格好ではないけど、まあでも全身ユニクロなのには変わりないし、 なんかほんと同じような服着てますよ。まあでもねそのみんなのコメントとか読んでるとねもっと洋服に関してはもっと抜いてもいいかなと思いましたけどねもうなんかパジャマいつも着てるパジャマの上になんか適当に羽織るだけみたいなのもありだと思った。 なんかね、この間、ファッション YouTuber の人が、なんかこう、意外と、なんていうのか、パジャマライクなファッションとか言って、普段着てるパジャマの上からトレンチコート羽織ってるだけなんだけど、ちょっとおしゃれみたいな格好を出してる人がいて、あ、これいいなと思いましたね、その通院の時にね、どんな見方してるねんって感じなんですけど、通院の時のファッションとして、これありだなと思いましたね。 こんな日もあるよって他の人が見せたがらないような弱った状態も配信してくださるので自分だけじゃないんだって勇気安心感をもらってますええー、ありがとうございますまあなんかぶっちゃけるとさあのえっ、ー、といつから3日 3日ぐらい前から、本当はね、この配信したかったんですよ。どっか自分の体調のいいタイミングで。3日ぐらい前から、昼寝、一旦昼寝して、良下げだったらやるか、みたいな感じだったんだけど、3日できなかったからね。いや、なかね、体調が悪いとかってわけじゃないけど、なんか気圧の状態が良くなかったりとか、睡眠の、なんか質が悪かったりして、なんかね、頭がスッキリしないとか、 今日はうまく喋れる気がしないとかって思ってね、なんか自信がなくて、できなかったんですよね。だから結構ね、ありますよ、そういうの。弱った状態というかね。昨日じゃない、一昨日かな、一昨日すごい雨降って気圧がすごい低かった時は、もうあれでしたよ。ずっと寝てた。 なんかその時実は会議とかが一件入ってたんですけどちょっと本当ごめんなさいっつって今日ちょっと無理っすって言って違う日に設定し直してもらったりとかして寝てましたからね <laughs> 私は自分の気持ちを言えないタイプなので星しさんの動画を旦那に送り私の気持ちを伝えています星しさんの声は私の気持ちを伝えるという素晴らしい声ですえっ、ー、すごいな なんかその旦那さんが完全にそのうつ病体験者のやつみたいな感じでなんか妻の気持ちを代弁してくれてるんだなぐらいに捉えてくれてたらいいけどなんで男やねんみたいな感じで見られてたらちょっとあれですね <laughs>。そんなんないか。なんかいやなんか嫉妬されるんじゃないかなみたいな心配を今一瞬したけどちょっとあれか。自意識過剰ですね。 ちなみにメモは紙ですかパソコンですかかスマホでですすパソコンですね。コピーしてペーストしてます。<laughs> 私はアニメ声、自分の声録音したのを聞くのやだ。え、アニメ声いいじゃないですか。なんか最近流行ってるさ、あの、VTuber さんとかもそうだし、結構ツイキャスとかで、なんか、 私結構寝れない時とか、まあ、みんながね星の睡眠用ラジオとかを使ってくれるように私もその誰かの睡眠用配信とか聞く時あるんですけど結構ね女性がやってるのはほとんどアニメ声の人多いですよアニメ声かめちゃくちゃお姉さんボイスみたいな のキャラクターででやってる人多いですねなんかその嫌だそうね私も実は子供の時自分の声嫌いだったんですけどなんかその嫌いだっていうところとか嫌だなって感じてる自分のコンプレックスみたいなところってやっぱ人と違うところなんで。 なんか才能の種が生ままれてそうな気がしますよね私も自分の声がコンプレックスでしたが時々いい声と言われることもあり自分の声に聞きないのも一つのコツなのかなとまあそうかもしれないですよね。 星しさんの声で大丈夫かって言われたらきっと泣く、格好号泣。そんなにあ、でも大丈夫かってあんま言わないかもな。なんか言えないっていうのがある。なんか自分が大丈夫かって聞かれた時に、あ、大丈夫ですってこう言っちゃうんで、大丈夫って聞くと強がっちゃうんじゃないかなと思って聞けないんですよね。 なんか、すごいね、なんか、中途半端な聞き方する。どうしても聞きたいときって。勘違いだったらごめんけど、なんとなく、調子悪そうに見えたんだけど、違うかなみたいな感じですごい弱々しい聞き方をしますね。<laughs> それ一言で言うとさ、大丈夫なんだけど、なんか大丈夫って、 言うとなんか頑張れみたいな感じでプレッシャーを与えそうだなって考えちゃって俺の考えすぎかとか気にしすぎな気はするんやけどみたいなすごい保険をかけ保険をかけまくった文章とか保険をかけまくった発言をすることが多い気がする 職場の先輩に何言ってるのかよくわからんと言われます。会話がうまいよね。ああ。まあ難しいよな。<laughs> 喫茶店でお茶しながら雑談してるような距離感が心地いい。えー、ありがとうございますあ。でもそれは結構意識してるかもしれない。距離感。 心地よさみたいなところはうんラーメン屋さんだと仮定してみてください星もいっぱいついていて壁一面に有名人の色紙が飾ってあってうちのまるはこだわりのーみたいなのがいっぱいありますとでも結局店主がどんなにこだわったところで選ぶのは客なんですよそうですねもしさんがこだわるのはいくらでも自由ですがそのこだわりに えー、ギリで付き合う理由はないので客である僕は気に入ったから聞いているだけです非常に口の悪い言い方ですがなるほどまあでもそうっすねいやまあそうなんですけど <laughs> いやそれはそうなんだけどっていう感じなんだよね まあでも、有名人の色紙がいっぱい飾ってあって、こだわりのポイントとか、やたら語って押し付けてくる系のラーメン屋が好きな人もいるしな。なんか私も結構ミーハーというか、プライベートの時って結構頭すっからかんにしてるんで、結構騙されやすいですね。なんか。 ななに有名人の何々さんが来たお店ですとかって書いてたらめっちゃうまそうやんとか思っちゃいますよねまあそれで食べに行ってがっかりしたこと結構あるんですけど星さんツイキャスやってらっしゃるんですか配信見たいですいやツイキャスねなんかね昔やって やってたけど最近はやってないですね。さすがすみません。私パソコンにメモが苦手で、未だに紙にメモしちゃいます。今の時代はパソコンやスマホにメモですよね。あ、私単純に紙にメモするのが苦手なだけですよ。別に紙にメモするのが得意なら紙にすればいいと思うし、自分の得意なやり方でやるのが一番いいと思いますよ。 まあ確かに今の時代はっていう話になると、うん、パソコンとかねスマホでっていう感じだと思うけどまあでも一応ねなんかその何だろうな、まあ、今日みたいになんかみんなの意見を聞いてデータを集めて 後で振り返って、自分ってこういう人間なのかなって考えるためだったら、そのメモはある意味情報なので、一番効率のいいやり方、コピーペーストっていう感じにしてますけど、例えばこれが、なんかみんなが学校の先生で、私が生徒で勉強してますみたいな場面だと、これは手で書いた方がいいですね。まあ私は絶対嫌なんだけど、もう、 手手でで書くくと体調悪なななるぐらいいき嫌いな人間なんですけど、ただ確かねなんか脳科学かなんかのね本で書いてあったんだよな結局パソコンで手打ちするよりも手書きで書いた方がすごい記憶に残るみたいなあの脳に対する刺激が多いから手書きの方がねだから手書きの方がいいんですよみたいなことを本に書いてあったから、まあ、勉強するっていう感じだと手書きの方がいいんでしょうね コンプレックスに才能の種って素敵だな。いやでもそうだと思うよ。結構その本当に他人からどう見てもコンプレックスっていう場合もあるけど割とコンプレックスってその本人がそういうふうに感じてるだけみたいなところはありますからね。 星に大丈夫って言われたいな。言われたいな。<laughs> AQ さん。スばちゃんとありがとうございます。星さんがもしこれから自分一人でお金を稼がなければ、稼がなければいけなくなったとしたら何から始めますかこれからですよね。じゃあ、私が明日全てを失ったと考えて、 YouTube とかね、Twitter とかも全部もう夢でしたみたいな。<laughs> みんながこうやってコメントしてくれることも、動画を出していることも、YouTuber であることも、本を出していることも、会社をやっていることも、すべて夢でした。残念っていう展開になったときに、どうするかっていうと、まあやっぱ最近ね、その AI とか、ChatGPT ってね、もうみんなもだいぶ 浸透してきたんじゃなないかなテレビでとかでも言ってるんで、チャット GPT ってのはすごい流行ってきて、私もね、結構使ってるので、そのチャット GPT に対する脅威みたいなすごい感じてるわけですよ。要するに仕事が奪われるみたいなところね。だから、奪われない仕事を今後探さなきゃいけないなって多分考えるんですよ。まあそれは今も一緒なんですけど、で、全く今お金を稼げる状況じゃなくなりましたってなったら、 まあ精神疾患を持ってるっていうのは、逆に武器にして、障害者手帳を使って、障害者雇用でどっかの企業に入りますかね。あの、自分のスキルを生かして、自分のスキルとか経験を生かして、どっかに入るっていうのは全然いいんですけど、まあ、結構厳しいなと思うんですよ。今後の AI の発展を考えると、自分程度だとね。だから、 安全策を多分と,と思います障害者手帳を使って障害者雇用。これすごい個人的な意見ですごい何のなんかデータを元に喋ってるとか今後絶対そうなるとかって言えない本当に私個人的な未来予想なんですけどなんか一般雇用で働くよりも障害者雇用で働いていた方がまあ給料は低いんだけど仕事が奪われない気がしてますね。 なんかその障害者雇用ってさすごいこう残念なことではあるんだけど障害者の才能を生かしてどうのこうのっていうよりかは国から課せられているね障害者の雇用達成率を守らなきゃいけないから雇用してるっていう面って結構正直大きいと思っててまあそこはね変えないといけない現実だなとは思ってますけど。 でも実際なかなか変わらないと思うんですよね。AI がどれだけ進化しても、そこは変わらないと思うので、まあ、すごい現実的な、あの、悪知恵なんですけど、障害者雇用を使って潜り込みますね。<laughs> っていう感じです。はい。 結構みんなコメントくれたので他と違う点は一旦これでいっか固定を解除苦しい時大丈夫って言われても大丈夫ですしか答えが見つからないいやまあそうだよね 秒でもも稼げるなんちゃらとかにフォローされてイイライラする <laughs> まあねーなんかいいこと言ってるなーと思ってプロフィール見に行ったら「無料プレゼント」とかって書いてあると確かにがっかりすることはあるかもしれないな。 もしがマック以外で大好きな食べ物は何ですかマック以外で。キムチ鍋ですね。<laughs> チャット GPT ですね。チャット GPT 感想文のことで問題になってましたね。まあ、もうあれはもう止められない流れだと思うんで。まあ、どういうふうに活用するかって考えないとちょっと難しいですよね、今後は。 なんか、使用禁止とかにしたところでっていうのはあると思いますよ。ヤンヤンさん、スーパーチャットありがとうございます。えー、っと、ダブチ、どうぞ、ありがとうございます。うつぶになって最初に見たのが多分星さんの動画でした。言い方ソフトだけど確信ついてて共感することが多くてよかった。ええー。嬉しいですね、最初に出会ってもらえたっていうのはね。 めちゃくちゃリアルな就職ですね。飾ってない発言です。いやもう本当に、だってね、今すべてを失ったとして考えたらそうしますよ。やっぱり。確実に。まあ、やっぱすべてを失うってことなんで、貯金とかもなくなるって考えるとさ。まあ、やっぱ働かなきゃいけないってなったら、そうするかな、やっぱり。うん。未来のことも考えて。 障害者雇用で上場企業に期間雇用ですが、あれすごい。直属の上司が障害に、ああ、理解なくて、今人事に対応を検討してもらってます。いやあ、大変だなーそれ。直属の上司が理解ないのしんどいっすね。一番話す人が理解ないっていうね。 子供3人シングルです。上の双子が新1年生時に周りから護衛店と言われ、本店営業マンになり、平成25年9月、うつ病発症。双子は高校2年生になりました。会社員20年で退職。今,年あ今半年仕事を続けて、もう一つ増やす面接が来週です。当時の、えー、元夫の理解もなく、離婚に至りました。 最初の給食の一言、寝てるだけでいいねでした。おじさんの動画に癒されてます、ま、す同じ福岡をずみで嬉しいです。いや、大変でしたね。大変でしたねっていうか、まあ、今も大変か。すごいな。なんか、護衛店とか、<laughs> 護衛店っていうのがすごい、時代を感じますね。いや、すごいな、でも。 病発症した後に半年仕事続けてもう一つ増やす面接が来週ですっていういやすごすぎて言葉が出ないですね障害者雇用は現状普通に仕事できる人をかなり安く雇用している印象がある感じですまあそれこそね 法,法定雇用率達成のためにやってるし障害を持ってるというだけで障害者雇用にしてね安く雇用できるんだったらまあ企業としてはすごいおいしい話ですからねまあ人道的にどうなんですかって言われたら本当その通りなんですけど。 あったかいお鍋、あったまってほしい。いや、今日ね、多分鍋なんですよ、うち。めっちゃ楽しみにしてる。キムチ鍋食べたくなってきました。回答ありがとうございます。あのー、エバラのね、キムチ鍋の素めっちゃうまいっすよ。瓶で入ってるやつね。あれもめっちゃおすすめです。キムチは絶対本場韓国が美味しい派。いや、まあ、そりゃそうですよね。まあ、ただ、 あの私そのキムチ鍋好きなんですけどキムチはそんなに好きじゃないんですよね別にで辛いのもそんな得意じゃないから多分本場のキムチは多分美味しいと思えないと思います辛いのに弱いからねというのも実は経験がありましてですねえー、小学校まあ小学生なんであんまさん当てになんないけど 小学校の時すごい仲良かったやつが、えっ、ー、と、日系、あれ日系2世って言い方あったのかな両親ご両親が日本人と韓国人のご両親だったんですよ。お母さんが韓国の方だったからで、お父さんが日本人で。で、その子供だったんですけど、だからやっぱね、家にね、本場のキムチがあったんですよ。でね、その韓国のお母さんがすごいね、なんか気さくな、 気さくで、まあ、ちょっとすごい、表現難しいんですけど、気さくで暴力的な人だったんですけど、<laughs> また遊び来たんでとか言ってさ、言ってくれて、キムチ食べれみたいな感じでね、強引にキムチを食べさせるっていうおばちゃんだったんだけど、もうめちゃめちゃ辛くて、そのキムチが。もうね、野菜の味なんかしないの、辛すぎ。なんかに、そのスーパーで売ってるさ、キムチって、 ちょっと汁気があるじゃないですか。もうね、汁気が一切ないんですよ。その、その人の家のキムチって。もう汁気が一切なくて、なんつうの、日本の料理で例えると、もうぬかず、ぬか床、ぬか床に入れたやつじゃねみたいなぐらいのキムチで。で、 もうとにかく辛かったっていう印象しかないっすね。もう辛すぎてね、本当に辛いしか記憶ないもんな。で、あと子供だったこともあってね、その冷蔵庫に入ってたハーゲンナッツを勝手に食べて怒られた記憶もありますね。だってハーゲンナッツとかさ、家にないから、でそ,のその子の家ってちょっと金持ちだったんですよ。 だからら食食べべたたたくてままししけどね。ね。めっちゃ怒られました、ね、最近職場で精神疾患から復帰してきた人がいるのですが副部長が精神疾患に理解がなくて悲しいやっぱ多いんだなそういう人。 成人が見てもらいたいけど予約取るの難しい。いや、まあ最近多いからね。まあでもなんとかその、なんとか行っていただきたいですけどね。見てもらいたいんだったらね。うん。うわ、ランチ鍋してきた。いいな、羨ましい。ランチ鍋いいな、何食べたんですか 会社の上司に相通病ってことを打ち上げてるけど、浮き沈みなんて誰でもあるやろって言われたから、やっぱり病気になった人しか分からんよなと思いながら、星さんの動画を見ています。体力をスマホの充電に例えてる話がその通りすぎて大好きです。ありがとうございます。浮き沈みなんて誰でもあるやろっていうね。まあね。そう思っちゃうんだろうね。 まあ,でもね、あのー、私は結構体験的に双極性障害を経験しててあの仲のいい友達がですね双極性障害を持ってるんですけど普段ねすごいおとなしいというか割と内向的な感じの人なんですけどえなんかえどうした最近なんか毎日酔っ払ってないっていうぐらいのテンションになるんですよね。 あのそう状態になると。なからなか、ね、浮き沈みとかっていうレベルじゃないんですよね。あの、本当に人が変わるんでね。韓国の国民性は大阪人が近いって韓国の人が言ってた。ああ。なんかね、僕の勝手な印象だと、その韓国のお母さんは大阪っていうよりかは、 まあ大阪なんだけどあの新世界のホースね <laughs> そっちに近い印象でしたテンションがね予約が取りにくく4週間空きましたやばいな 4週間はやばいっすね。こんにちは、久々に配信来れた。いらっしゃい。なんかアイコンが、軽キドチャンネルさんのアイコンがぽいなと思ったんで、今検索してみたらやっぱり VTuber さんですね。ちょうどね、前半部分ぐらいで、 VTuber の話をしてたんですよ。っていうのもなんか自分の声がアニメ声で嫌いだっていう方がコメント欄にいらっしゃってまあでも今の時代ってアニメ声ってすごい武器ですけどねみたいな例えば VTuber さんとか結構アニメ声の人多いしなっていう話をしてました。 聞いてた眠くなってきたあもう何気に1時間弱配信したのか誰かあくびした がうつ映りましたね星、えー、さん水晶の散歩に関して7年,目にし7年目にしてようやく2か月ほどですができるようになりましたやはりできるできないも個人差あるんですかねいやあると思いますよなんか症状が軽くならないと多分できないしうん難しいっすよね なもともと散歩がめちゃくちゃ嫌いとかさいう人だとねえ単純に嫌じゃないですか難しいっすよね ううつ病 VTuber やろうかとと思ってて結局ちゃんでできてないですね。まあでも自分の好きなジャンルで配信するっていうのが一番いいと思いますけどねまあ需要はめちゃくちゃあると思いますけどねうつ病 VTuber っていないからね 自分も就労移行 A 型で就労予定ですが就業先の職員の障害に対する理解があるかどうか不安に思いますね。ああまあさすがに普通の企業よりかは就労移行支援の方が理解ある人多そうだなって印象はありますけどね。 今朝はかなり鬱がひどくてしんどかったですが、お風呂も入れたし、ご飯も作れたのでよかったです。もう完璧じゃないですか。完璧ですよ。鬱がひどくてしんどかったっていう状況で、風呂に入るだけでもえげつない労力かかりますからね。しかもご飯も作ったんでしょう。それはもう神の領域ですな。まあ、私だったら 風呂入らないし、最悪もうご飯も食べないですね。<laughs> 食べないというか食べれないから。それかなんか、プロテインバーがあるので、プロテインバーを食べるって感じかな。<laughs> ゆかひめさん、スーパーチャットありがとうございます。えー、最近のほっしーさんの状況を知らなくてすみません。キムチおしそう。 ありがとういやもう全然ライブに来ていただいてコメントしていただければ嬉しいですよ。キムチ好きなんですかねいや私そのさっきねそのキムチ鍋は好きで美味しいんだけどキムチはあんまり得意じゃないみたいな話をしてました。 病で辛いもの頭が焼け石状態あれは本当に辛かったですあ頭が焼け石状態って表現ちょっと面白いなおすすめに出たので見に来ましたえー、おすすめに出るんやありがとうございます 去年10月にうつから社会復帰しました。病気を患いながら復帰したためか土日に疲れてしまい布団から動くことができません。家族子供たちとも遊んであげられません。何か打開策とございますでしょうか。いやー。まあ、こればっかりは本当にお医者さんに相談するしかないと思いますけどね。そのそれが薬を変えることなのか、まあ、時短勤務っていうのを会社に提案することになるのか、 うん何か食事とかそういう指導が入るのかってのはちょっとわからないですけどこれはなかなか難しいところですよね今日の夕食はキムチ鍋なんですが一緒かもしれないもしかしたらなんで豚肉とキムチってあんなに合うんでしょうねすっごく美味しくてハマってますいややばいっすよねやばい キムチ鍋なんであの美味しいんだろうな,のなその、ね。最近また太ってきちゃったんで油断して太ってきちゃったんでまたね2週間ぐらい1週間2週間ぐらい前からちょっとまた食事の量減らしてるんですけどあの鍋の時ってもうなんかねご飯ご飯とかキムチのキムチ鍋に入ってる肉とか野菜とかが自動的に口の中入ってくるんですよね私の意思ではないんですよ 私の意思ではなく、あのー、自動的に口の中入っていくんですよ。これは本当に私の意思ではないんですけど、だから困るんですよね、本当に。普通のね、ご飯の時っていうのはね、自分の意思で食べてるし、意識があるんですけど、この鍋の時ってね、意識失うんですよね。自動的に口の中入ってくるんですよ。これがね、どうしたもんかって、毎回困ってますね。だから 1>, 1週間のトータルカロリーで考えたときにね、いくら削減したとしてもね、どっかに鍋が入ってくると、その自動的にね、拒否しても口の中入ってくるんで、ねえ。<laughs> ねえっていうね。もし、みんなのおすすめなんか、あの、あったね、そういう CM。お姉さんのおすすめみたいな。いや、これもしかしたらローカルの CM かもな。なんか、不動産屋の、 CM でそういうのがあった記憶があるんやけどなベッドで横になってるのがやっとだと思ってましたがコメントかけてるから少しはまだ記憶残ってるかもです境界性パーソナリティ障害で疲れますうコメントを書くって結構労力かかるくないなんか結構考えますからね頭で だから、コメントを書いたっていうことだけでも、すごいことだと思いますけどね。なんか私は結構ね、考えすぎてビビってコメントとか書き込めないんですよね。他の YouTuber さんの。なんかコメント書きたいなと思っても。緊張しちゃうというか。なんか、多分ね、同じ YouTuber の立場として考えると、まあ、よほどのね、誹謗中傷とか、嫌みみたいなこと言わない限りは、どんなコメントでも嬉しいんですよ。コメントをしてくれただけで。うん、嬉しいんだけど、まあでも、ついね、リスナー側になると、そういう考え方を忘れてしまって、いや、こういうコメントしたら嫌かな、とかさ、周りのリスナーさんたちはどう思うのかな、とかさ、 そそもそも自分みたいなあまり知らないこうにわかの人間がコメントしていいのかとかさ考えちゃうんですよで結局コメントしないっていう感じで終わるっていうね、うん、遅くなってしまい何の話してたのかさっぱりわからん誰か教えてえっ、ー、とね最初は前半はなんか星のいいところを教えてくださいっていう私がカマチョムーブを発揮して で中盤からはみんなのコメントのなんかまあ質、まあ、質疑応答までいかないけどなんか質問に答えながら喋って、で途中でキムチ麺の,の話になってテンション上がって、今に至るって感じかな。ざっくり言うと。タンタンはダメ。いや、タンタン麺も結構好きですけどね。あんま辛すぎなければ。 3 0キロ減らしたのに、まだあと2 0減らせないといけない。でも市販の服のサイズ着れるなんて助かってる。え、やば。3 0キロ減らしたってどうやって減らしたんやろうな。 病気になってから仕事で頭をフル回転させると一週間持たない。いや、わかるなまあでも、私はちょっと能力が不足していたからかもしれないですけど、病気になる前から仕事で頭をフル回転させると一週間持たなかったですけどね。もともとそんなね、体力と気力ないんですよね。だからなんか一日の仕事で、 サラリーマン時代健康なサラリーマン時代もそうだったけど多分34時間ぐらいだったかなせいぜい集中できてたのってなんかもうあとは眠いとか早く帰りたいなと思ってたもんな 空気感を読んじゃうんだよね。いや、そう、わかる。そのコメントを、なんかその動画のコメントとかだったらまだ書けるんですよ。空気感ってないから。基本的に。でも、ライブ配信とかって、割と空気感が存在するんですよね。まあもちろんみんなは、特にそんな気にせずにコメントしてほしいなと思うんだけどね。私は、YouTuber の立場としてはね。YouTuber の立場としては、別にそんなこと考えずに自分が思ったことをコメントしてほしいなっていうふうには思うんだけど、 でも自分がいざこうリスナーの立場になった時はやっぱ考えちゃいますね空気感今どういう流れの話があって前半部分にどういう流れがあってでどういう空気感でどういう客層でとかで自分みたいな古参でもない新参者が入っていく場合はどのようなタイミングでどのような内容で、えー コメントするべきなのかっていうのはすごい考えちゃいますね。まあでもね、考えちゃうんだけど、多分そのコメントされる側、今の私みたいに、今の私みたいにそのコメントされる側の人間からすると、もう何でもいいからコメントしてくれと、もう、コメント、 助かるんだよみたいな、いう感じには思ってます。もう自分の言いたいこと変えてくれと。こっちで、こっちでどうにかするよと。その、コメントに関してはね。うん。と誹謗中傷じゃなかったら、うん。誹謗中傷じゃなかったら嬉しいんですよ。 現状で日産のお話が聞きづらいちょっとゆっくり休んでください。うん。え、そう書きたいことあっても空気読んじゃうっていうのはすごいありますね。うん。まあ、ただねこの話をするとさまたなんかみんなが気にして私って空気読めてないのかなとかって思っちゃうんじゃないかなって心配が今すごいあるんですけど。 いや私的には本当嬉しいんですけどね。どんなコメントでも。もしかしたら流れとか、コメントの内容を気にする配信者の人もいるかもしれないんですけど、まあ、うちはそれというよりかは本当に、コメントなんでもしてくれスタイルなんですよね。コメントの数が多いとさ、 そのこっちとしてはその話題の膨らませようがあるんですよ。たとえその空気感的にちょっとおかしかったとしてもね。ちょうどそのコメントの内容で私が話を広げ、拾って広げたいなって思うかもしれないじゃないですか。だからどんなコメントでも嬉しいんですけどね。なんか極端な話、今この話をしてるタイミングでさ、 なんか最近サッカーにハマってて、無回転シュートの練習してるんですよね、みたいな。<laughs> 極端な話、そういうコメントでも、なんでとは思うけど、まあでも、拾うかもしれないじゃないですか。だから配信者、配信者としては嬉しいんですけどね。 星さん福岡済みですよね。私も福岡住みなので、なんだか親近感を感じて嬉しいです。空気を読まず、自分語り。いやー、いいですよ。全然。まあ、福岡、正確にはね、北九州なんですけどね。なんかね、北九州って個人的には有名だと思ってたんですけど、なんか意外と知らない人いるんですよ。北九州ってどこみたいな。なんか、北、あの、北九州って言うと、あ じゃあ、熊本から上らへんなんですねみたいな解釈をする人もいて、いや、その北九州と南九州とかそういうあれじゃないのよみたいな。だから、北九州って言ってないんですけど、決してね、北九州が治安が悪いから恥ずかしくて言えないとかそういう話じゃないんですけど、伝わらない可能性があるので、福岡って言ってます。正確には北九州市に住んでますね。で、小倉の方じゃなくて、黒崎の方です <laughs>。そう、どんなコメントでも嬉しいですよ。 私、キムチ鍋よりももつ鍋派なんですよね。空気をませに書いてみました。あ、もつ鍋派。いや、もつ鍋はね、うまいよね。確かにで。私、外の店で食べるときはもつ鍋派ですね。てか、キムチ鍋ってあんまり、外の店にあるイメージなくて、あの、チゲ鍋とかはあるけど。うん。ただね、もつ鍋ってめちゃくちゃうまいんだけど、 まあ個人的な唯一の欠点は、あんまり食べれないっていう、その油がやっぱ多いから、なんかお腹いっぱいになる前に気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんか焼肉と一緒で。なんかそれがね、すごい、すごいでもないけど、ちょっとストレス。俺はもっと食えるんだみたいな。俺はもっとやれるんだみたいな感覚になるんですよね。くそーみたいな感じになっちゃいます。すごい。 星さんの睡眠用をよく利用してます。ありがとうございます。お礼を伝えたくて、えー、ありがとうございます。あの、今回の配信はアーカイブはないんですけど、多分、あの、あれです。睡眠用ラジオになると思います。ライブはコメント流れるし、気になったものをピックアップしてくだろうから、ライブの方はコメント入れやすいです。あ本当にその感覚でコメントしてほしいですけどね。 自分の思ったことをコメントしててるななあまり深く考えてないかも言葉選びはしてるけどね。いや、このスタンスが、あの、配信者側からすると最高っすね。めちゃめちゃいい。うん、めちゃめちゃいいと思う。まあ、言葉選びとか、他人を傷つけるような言葉は使って、使わないでくれよとは思うけど、でも別にそれ以外のことは深く考えなくていいよっていう感じ。 ですね、コメント書こうとしたら気づいたら時間が過ぎてますっていう方もねいらっしゃいますよねまあ私の場合はなんかその悩みはないんですけどね打つのだけは結構早いからいいんだけど、えー、だるさがなかなか抜けなくてしんどいのと小指が欲しいけど打ち病の自分にはもう彼女はできないんだろうなとか絶望してしまいますまあそんなことはないんだけどね 恋人ができないとかってそんなことは全くないと思うんだけど、まあ、でもそう思っちゃう気持ちはわかる、まあ、できないってことは確実にないけどできる確率が下がっちゃうっていうのは現実としてはあると思いますねまあそれは別にそのチンチラシルバーさんの人間としての価値が下がったとかそういうことは全くなくて何も変わってない価値は何も変わってないんだけど まあどうしてもその人間関係まあこれは恋愛とかも一緒なんですけど友達も一緒なんだけど結局さ人間ってさその接触回数の多い人と仲良くなったり恋人になったりすると思うんですよこれ個人的な持論なんですけど接触回数っていうのは別に物理的な話だけじゃなくても連絡の回数とかとにかくその人の記憶とか思考の空間に どれだけ自分が居座れるか勝負みたいなところがあると個人的に思ってて友達親友恋人みたいなところでねポジティブな意味でいかに相手の思考の中に居座り続けられるか勝負だと思うのでそういう意味ではやっぱり精神疾患になると不利なんですよねそれはその病気によって活動のエネルギーが落ちてしまうので その相手の思考の中に居座ることがなかなか難しい。なんか会えないとか、連絡が返せないとか、ちょっと気の利いたことを言えなくなっちゃうとかね、うん。だから別にその人本人の価値が下がってるってことは全くないんだけど、まあ、結構、イストリーゲームみたいなところなんですよね。人間関係って。イストリーゲームに負けちゃうよねっていうところはありますよね。 北九州そう伝わんないんですよ意外と鍋から恋愛イへ <laughs> すごい展開まあ確かにねな謎の展開をしてますけどね北九州の体育館でマーチングバンドの大会見に行ったよ路面電車がまだ走ってた頃ですが えー、路面電車か。経験ないんですよね。なんかね、僕が生まれた時ぐらいまであったらしいんですけど。いや、いいな路面電車乗ってみたかったですけどね。会社の人と自然に仲良くなって気がついたら友達になるのも接触回数が多いからかな。いや、そう思いますけどね。だから、なんかうつ病になってさ、友達がいなくなりましたとか。 恋人とと別れてししままいましたとかだから自分には価値がないんだって思っちゃう人結構多いと思うんです。まあ私も思ってましたけどまあでもやっぱ冷静になって考えてみると単純に接触回数が少ないからじゃねって最近は思ってますね。なんかねうんなんかなんだろうな 人間ってこう複雑であったかい生き物だなと思うところもありながらも結局シンプルに電気信号でしか生きてないっていうふうになんか合理的に考える時もあってなんか自分の都合のいいように考え方切り替えるんですよその仲のいい友達とかあのねこうやってコメントしてくれてるみんなに関してはなんかすごい人間味があってあったかいなって思うんですよその方がポジティブでいらられるからで逆に なんか最近あの友達から連絡来なくなったとかなんか喧嘩してしまったみたいな感じで思った時はよくこの接触回数の話を思い出すようにしてる結局接触回数が減ったからそうなっただけだしなみたいな人間なんて所詮電気信号で動いてる AI みたいなもんやみたいなねなんかどっちかの考えに偏るとかじゃなくてなんか都合よく切り替えてるって感じですかね ちょっと男の人と仲良くなってもあんまり深く関わると嫌われるかなと思って距離を置いてしまうリス化跡があるのもだいぶネックになってる気がしますあそのリスクの跡とかってさちょっとわかんない経験ないので本当に憶測で話すけどなんかコン,コンシーラーとかその化粧品の道具で隠せたりとかしないもんなんですかねまあそれは結局どの程度深くやってしまったのかっていうことによるんだと思いますけど なんかそういうさ <laughs> ちょっとなんか言い方いかというか発言としてちょっと不適切かもしれないですけどそういった跡を傷跡を隠す専用の化粧品とかあったらちょっと嬉しそうだなと思いましたけどね。星さんはシングルタスクですかまあ多分シングルタスクだと思いますけどね思うけどでもどうなんだろうコメントを読みながら話すってまあまあマルチタスクかもしれないよね でこぼこしたり傷がいいろろあります。あそっか S カードは隠せないと思います。看護師さんで両腕にびっしりある人もいます。ああそうなんや。あざ隠し化粧品はありますって書いてる。あ、レーザーで傷どうにかならないあ、難しいんかな実際。昨日実母と話していて。 うつ病だからあんまり運動とかできないんだよと言ったところ医者はそういう病気の名前を当てはめて動けなくさせるんだよ自分を病気だなんて思わないことと言われてとても嫌な気持ちになりましたいやーえぐいななんか今そういうふうに言われると私がね誰かに言われると「えじゃあ骨折の人とかどうすんの?」とかって聞いちゃいますけどね いや骨折はだって骨折れてるじゃんって言われたらあのえ目に見えないっていうだけで同じ病気なのにそこで区別つけのなんか違うくないとか言って今は結構責めちゃいますけどまあでも病んでる時にそれ言われるとねただただ凹むだけでなんかごめんって言って終わるって感じかもしんないよね。 皮膚移植ああそういうのもあるんや今後の収入や、えー、昨年末からの散財でできたリボ払いの返済ができてしまい不安ですいやまあリボ払いはね本当に よくないですからね、リボ払いだけは。まあよく、うん、個人的にはね、リボ払いするぐらいだったら他人に金借りた方がましって思ってるぐらいまでありますね。私は苦しんだ私も私だからと。 何、えー、かっこいいですねなんかそれはかっこいいと思う素直に星さんのお話を聞いて、えー、皆さんのコメント読んでいっぱい考えてコメント書いては決しての繰り返しなかなかシュッとできませんこの優柔不断も病気を繰り返す原因かなすみませんですコメントできたじゃないですか まあでもねね気持ちわかるけど、ね、私も結局シュッとできないからね他のとこではね <laughs> まあ別にその傷跡を隠してることがダメとかダサいとかそういう話は全然ないけどまあでも 昔のね別に本人は全然気にしてないっていう感じだったらそれはそれでかっこいいと思いますけどねリボで130万まで膨らんで破産結局破産手続きしたギャー 初ライブ参加、初コメントです。障害者超えでフルタイムで働いていて、毎日精一杯でどんちゃんほと寝ています。ライブ配信が嬉しいです。えー、ありがとうございます。やっぱフルタイムで働くと、そっか、土日はやっぱしんどいか。隠したい人は隠せばいいし、でも出してる人も、それはそれで、そうね。 うつ病をかける NFT で儲ける予定はありますかいないですね <laughs> うつ病をかける、N、NFT って個人的にあんまりピンときてないんですよね私今現在お付き合いしている彼がいるんですけど 自己肯定感がゴリッゴリ落ちるる時に好きだよとか言われても私のどこがという否定的な言葉を言ってしまいますそれで喧嘩になることも星さん彼女さんと長いですねどうやったらうまく付き合えますかいやなんかそのうん難しいなどうやったらなんかそういう いろいろ考えた時期もあったんですけど最近は本当にあんまり考えてなくてうんんつったらいいんかなまあでもとりあえずなんかありがたいなってなんか思うことがあったらできるだけありがとうって伝えるようにはしてますねそれぐらいかな意識してるの いつも見ていますうつ病で一日の中でも突然気分が落ち込むことが多く疲れる毎日です、えー、幼児の子育て自営業で仕事を何とかしていて本当に休みたいです育児はどうやっても休めずどんなふうに乗り越えていくのがいいと思いますかいつも応援していますいやむずいね 確かに幼児の子育てってさまあ私どの経験がないのでわからないんですけどまあ休めないっていうのがやっぱりでかいよなまあだから休むとしたらその自営業の仕事の部分を休んでなんか <laughs> 行政からの支援を賜るみたいな感じになるしかないのじゃないかなと思うんですけどね今のまま 今のまま頑張り続けるっていう選択をするなら多分私だったらカウンセリングを受けるっていう攻略法を取ると思うんですけどまあでもそれもねお金がないとなかなか厳しいですからね。 感謝の気持ちを大事にしたいと思います。今から早めにお風呂入るので睡眠ラジオのとこの楽しみにします。また大事にしてください。いってらっしゃい。お風呂早いな気になって NFT ゲームやったけど9万くらい突っ込んで出し方分からなくなって結局出せてない。<laughs> なんかね、友達が NFT 出しててそれを買ったっていうのはあるんですけど、まあでも結局ね、 放置しててるって感じだよなリスカとか痛いことが怖くて苦手でできなくてその代わり言っちゃあれだけど食事や身の節制などしてセルフネグレクトみたいな感じで内側から自傷してる感覚はありますあーでもそれは分かるな それはね、すごいわかりますね。おじいさんの彼女もうつを経験している方なのですかうつは経験してないけど、強迫性障害の診断は受けましたね。2、3年ぐらい前に。うん。 学生の時ですら研究や就活でうつ状態になったのに、新入社員になったらいいけど、社会人生活耐えられるのか。いやー、それは心配になるよね。今まで大変だったのに。まあ、ただ個人的には、学生時代よりも気は楽なんですよね。社会人になった方が。まあ、今の働き方が自分に合ってるってのはあると思いますけど。まあ、だから結局環境次第なとこあるのかな。 もう6時か。だいたい6時ぐらいからね、うちはご飯が始まるので、ちょっと突然ですが、この辺で、一旦、一旦終わろうかなって言ったら、なんかもう一回やるみたいな感じだけど、終わろうかなと思います。はい。なんか今日結構、ね、あの前半部分、すごい、自分のねわ、私の強みみたいな感じで、 なんか教えてくださいね、みたいな感じで始まって、途中からあいつも通り雑談形式みたいなね、えー、感じでしたけど、なんか結構みんないつも以上にコメントをくれて嬉しかったです。まあ途中でね、そのコメントの、なんか誰でもどんなコメントでも、その、誰でもどんなコメントでも、 誹謗中傷とか傷つける言葉を使わなければマジでどんなコメントしてもいいよみたいなことを言ったからそのコメントのね量が増えたのかもしれないですけどまあでもいつもよりねコメント多くて嬉しかったですまあなので今後もねそのなんだろう今後もまあみんながねそのライブ配信した時に来てくれたとしたら 今日みたいに、いや、マジで何も気にせずに、傷つける発言とかしなければね、特に何もかん、空気とかも読まずに、コメントしてもらえれば、嬉しいなと思います。いや、本当に意外となんか、自分ではあんま面白くないだろうなと思う話が、意外になんか私に刺さって、で、私がそこから話を広げてみんなも楽しむみたいな、うん、あの、感じの流れって結構できるんですよ、ライブ配信って。なのでね、今後も、 あの、気兼ねなくコメントしてもらえると嬉しいなと思います。で、この動画は、えっ、ー、と、アーカイブは残らないんですけど、そのまま、最初の前半部分カットしますけど、ほぼそのまま、睡眠用ラジオとして、公開するので、ぜひ、眠れない方は、睡眠用ラジオとして、えーえー、してお楽しみください。いや、コメントしすぎたって書いてるけど、もう、もっと声い。<laughs> 謎の、もっと声いアピールしときますね。もっと声。い。 アイズ・オブ・トゥルスさん最後にスーパーちょっとありがとうございます。お疲れ様ということで。はい。うん。そう。というわけでね。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。じゃあね。ババイイ